へっへっへっ、お代官様、これをお納めください。山吹色のチョコレートでございます。スズメや、お主も悪よの。いえいえ、お代官様ほどではございません。つきましては、戦闘中の護衛を。任せておけ。てこら、はあ、誰が悪代官か、誰が山吹色のチョコなんか。え、山吹色なの本当に。ホワイトチョコにみかん粒を織り混ぜた一品でして。ささ、どうぞお受け取りを。ちょっと待った、ちょっと待った、コール。よかった、このまま茶番で終わるかと思った。お前がそれを言うか。せっか、あんたが私に。んにゃ、ごめんしてね先輩、私のチョコはスズメに。え、私に。そうだよ、なんたってスズメはツッコミホープ、だから期待のこもったチョコをあげ。ちょっとウェイト、ちょっとウェイトコール。言いにくいけど、この際気にしない。もしかして私ってモテモテ、モテ期、モテ期到来なの。ソーリー、スズメさん、マイチョコレートはセッカさんになの。え、私にくれんの。オフコース、だってセッカさんは私のファッションメンターですもの。メンター？指導者とか助言者って意味ですね。それはいいんだけど、ちょっと待ったコールの使い方が何か変じゃないかな、二人とも。え、普通はあげる相手が被ってる時に自分をアピールするためにやることで、今あげてる人に渡すなら別に待たせる必要はないと思うんだけど。はっ、ついでに突っ込ませてもらうが。ほう、ナチュラルにボケてくる若葉が突っ込みですとな。やってみせい。部室にその子たちを留め置いているのが分かっていて、なぜわざわざみんなここへ来てやり取りするんだ。もしかしてみんなの深層心理には覗かれたい願望が。見られたくないのに見てもらいたい嬉し恥ずかしな乙女心が。いや、私はただ様子見に来ただけ。若葉が一服盛られてやしないかとかさ。私めは常に部長様のおそばにおりますから、自然とここへ。おほほ、お主ういやつじゃのスズメ。チュンチュン。ここまでされると軽蔑を通り越して尊敬さえしてしまいそうですわ。権力を嗅ぎ分けてすり寄ることは世渡り上手とも言えるしね。まあいいですわ。それよりその子さん、そろそろ私のカツオチョ。また来たか。全員気を引き締めろ、出陣する。総員、敵の攻撃に備え陣形を形成せよ。ただいまより遠距離射撃を開始する。うっしゃー、統合気合入ってんな。光栄全員が攻撃してて花火みたいだぞ。イベントを邪魔されて怒っているんでしょうね。イベントってセカンドラブ？セカンドっていうか、東郷さんの場合はファーストしかないじゃないですか。ファースト？ハンバーガーとかの？これがわざとじゃないんだから。つくづく天然って最強よね。ゆうきさん、ハンバーガーのはファストフード、注文してからすぐに食べられるって意味よ。そうなんだ、勉強になるな。ありがとう歌乃ちゃん。天然に天然が重なるの。高島さん、何のつもり？どうしてあんな人を呼ぶの？ごめんね、ぐんちゃん。え？ゆきちゃん、一緒に来てくれる？あ、そうだった！赤嶺ちゃん！おーい！赤嶺ちゃん！
るのに何なのかな。私の気をそらせても無駄だよ。攻撃はまだ。ハッピーバレンタイン。え？はい、チョコレート。はあ、私とゆうきちゃんで赤ミレちゃんのために作ったんだ。バレンタインデーか。相変わらずおめでたいね、勇者の人たちは。ありがとう。褒められてないわよ。ユーナズ、あんたたち何やってんの。甘いのダメ？チョコレート嫌いだった？もしそうだったらごめんね。でも私たち赤ミレちゃんにあげたかったんだ。もっと仲良くなりたいから。もっとって、はあ、調子狂うな。まさか敵に塩を送られるとはね。塩じゃないよ、甘いチョコレートだよ。こんなもので私が攻撃の手を緩めるとでも思ってるの？だとしたらバカすぎるよ。ううん、そんなこと思ってないよ。ただ私たちは赤峰ちゃんに愛してるよって伝えたかっただけ。何か事情があるって分かってる。攻撃も受け止める。その上でユーナとユーナはユーナを愛してます。付き合っていられないよ。おのれ赤峰、たとえどんな理由があったとしても高島さんからのチョコにお礼も言わないなんて。いけません、東郷さん、光栄が前に上がりすぎです。おのれ赤峰、この怒りを迫撃砲に乗せて。東郷さんご乱心です。繰り返します、東郷さんがご乱心召されました。樹海で初めてメモが取れたよ。なんてバレンタインなんだろうね、今年は。でも耳が幸せです。愛という言葉が鼓膜を潤していますよ。さあさあ、材料はミリグラム単位できっちり測ってね。そうなんだ。お姉ちゃん、いつもご飯作るときは調味料とか目分量なのに今日は違うの？お菓子作りで目分量は絶対やっちゃダメ。それだけ繊細だと思った方がいいわ。おーい、バターが硬くて切れないよ。ああ、そういう時はバターナイフを少し火で炙って温めてからね。すごいなお姉ちゃんは。何よ今さら。私ね、考えてたの。お姉ちゃんって今の私の年には家事全般ちゃんとマスターしてたんだなって。ああ、まあそっか。私もそうなるって思ってたけど全然無理だから。お姉ちゃんはすごい。バカね。いいのよ、いつきはゆっくりのびのび育ってくれれば。そんなのやだよ、早くお姉ちゃんの横に並びたいんだもん。私はいつだっているじゃないの、横に。ほら卵溶いて。うん。しかしマカロンを作りたいとはね、このおしゃれさめ。女子力高い？うん、高い高い。女子力のゴールドタワーよ。で、誰にあげるの？今年はね、スミちゃんにあげるつもり。いつもサポートしてもらってるから。ああ、そっか。年少組リーダーの補佐役だもんね。私も妹がお世話になってますってするべき？やめてよ。嘘嘘。でもね、残りのもう一個はもちろんお姉ちゃんにあげるよ。おっと、私は残りなのか。悔しいの、悔しいの。あー、違うよ。今のは言葉のあやで。わかってるわよ、冗談だって。私はいつきの愛、いつだって忘れてないからね。うん、私もだよ、お姉ちゃん。相思相愛だね。
おーさー、ラブラブだな妹よ。それでお姉ちゃんは誰にあげるの？残りじゃない、もう一個。え？だから私の他に誰にマカロンを渡すの？あはー、その話か。あー、いつき、ここはこぼれてる。え？あーまた測り直しだね。大丈夫よ、私がついてるから。頑張って美味しいの作りましょ。そうだね。で、誰にあげるの？セカンドラブは誰なの？あ、私がセカンド？はぁ、いつきが手作りのマカロンとはね。私は姉として、姉として。もう、そうやってすぐ泣いてごまかす。でもいいもん、明日はストーキングするから。そんな園子図みたいなことしないで。まあ本当言うとまだ何も考えてないのよ。二人限定って難しい縛りよね。いっそ誰にも渡さないのがいいのかも。ダメだよそれは。ちゃんと渡さないと。絶対ダメ。難しいのはあんたも一緒ね。まったく、年頃の妹は。はあ。何なんですか若葉ちゃん、こんな夜中に物質を調べたいだなんて。その子たちが明日は拘束されると見越して何かよからぬ仕掛けでもしてないかと思ってな。そんな、まさか。いくらなんでもそこまでは。そこだ。これは隠しカメラ、しかも人感センサー付き。そして机の裏あたりにはきっとあった。これは盗聴器だな。用意周到ですね。思わず感心してしまいます。あと何台か仕掛けてあるかもしれない。今夜中に全部探し出そう。若葉ちゃん、ん？どうした？うん？おお、これは想定外だったな。ビョー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 。嵐や、まさに愛の嵐が丘や、ラブリングハイツやで。まったく、こんなところで幸せそうに眠って仕方のない奴らだ。確かロッカーに。そう言いつつも毛布をかけてあげるんですね。なあ、ひなた、私はお前に謝らねばならんことがある。何でしょう？明日のバレンタインデーのことなんだが。大丈夫ですよ。他のどなたにどれだけ大量のチョコレートをいただいても私がお礼しますから。そっちじゃなくて、いや、それもすまん。だが今回私はその子たちに送ってやりたいんだ。だから二人に渡してしまうとお前の分が。ひなた、私に謝る必要はありませんよ。ちゃんと分かっていますから。そうか、いつもすまない。その代わりホワイトデーは期待しちゃいます。いいですよね？ああ、もちろんだ若葉ちゃん。ひなた、おめめシャッキリ眠気ぶっ飛びんこーなあ。その子窓は閉めてあったはずだが変だな。
机の上に箱と、これはメッセージカード。ハッピーバレンタインだと。記名はなしか。一体誰が、おや、チョコレートの匂いに混じって、懐かしい沖縄の海の赤峰優奈か。バカなこと、私が一瞬でも早く目覚めていたらお前を捕らえていたかもしれないというのに。分かってくれたんだね。ああ、お姉さま。私だって逃げたくなんかなかった。捕まえて欲しかったよ、本当は。でも、バイバイ。次は戦場で。姉様、私を忘れないで。